QR コードの作り方の説明をします。では、登録コード、上位コード、一覧画面を表示させてください。右端の開コード追加変更ボタンをクリックしてください。ランディングコード、開コード、一覧画面に変わります。では、登録された開コードを選択してください。 その回コードの右横に変更ボタンがありますので変更ボタンを押していただくと登録いただいた内容の確認画面が表示されます画面中央に自動生成で QR コードができておりますのでこちらを右クリックしていただくことによって名前を付けて保存でピン g データとして保存することができますので えー、自動生成で QR コードはできておりますので、えー、そちらで保存してください。以上になります